国内最大の円墳である可能性が高まっている奈良市の富雄丸山古墳の発掘調査でこの古墳が直径およそ109メートルで張り出し部分のある構造であることが分かりました富雄丸山古墳ではおととし航空レーザーを使った測量が行われ直径がおよそ110メートルの5世紀に作られた円墳である可能性が高くなり 今回の調査では、古墳の規模や構造を確認することを主な目的にしていました。調査では、墳丘の裾の位置や平坦な面と斜面の境目、そして作り出しと呼ばれる張り出した部分の規模などが確認されました。その結果、直径が109メートルの円墳で幅40メートル、 長ささ15メートルの張り出ししがある構造だと確認されました。一方、古墳の頂上部分の調査では、1.5センチほどの大きさの石のかけらが出土していて、京都国立博物館に保管され、国の重要文化財に指定されている腕輪型の石製品、桑形石の一部であることが、ほぼ確実となりました。 調査にあたった奈良市の埋蔵文化財調査センターでは、前方後円墳でないことが確認できたのは大きな成果の一つで、副葬品などからも、古墳が大王に次ぐ有力者のものである可能性が高まった、これから5年、調査を続け、より明らかにしていきたいとしています。なお、現地説明会が、 今月26日の午前10時から開かれます。